どうも内山美恵です。あれからね、何回か自主練しに来てるんですよ。そしたらちょっとずつ安定してきたんです。安定したフォームがこの下ばっかでボールを打つようになってきたんです。安定したのはいいことだとは思ってるんですよ、自分の中で。あっちゃこっちゃね、あっち行ったりこっち行ったりスコンコンっていう感じではないので、これは成長かなって思ってるんですけど、このシールを貼ってやってみた時にこっちにねすごい跡がついて、あ、私真ん中じゃなくてここで打ってるんだなっていうのが分かっていて、全然直せないということで、今日はレッスンを受けつつ、ワンポイントなんだけどね、30分でちょこっとレッスンを受けつつ、最後10球チャレンジをして、ここのちょっとでもね真ん中に近づけて打てるかどうかをやっていきたいと思います。今回はねバッチリレッスン受ける前にボール確保してきましたから、この詳細はね前回の動画見てない方はぜひチェックしていただければと思います。ちなみに使ってるゴルフクラブも買った時の動画ありますので、そちらも見てみてくださいね。さあまずはウォーミングアップ行ってきます。そういえばさ、最初のウォーミングアップってみんなどんな感じでやるのかな。調子の上げ方とかね、分かる方いたらぜひ教えてください。ちょっと私なりのじゃあウォーミングアップでやろうかな。完璧だぜ。早速先生に今日の悩みをお伝えしたら、地面に置いて私練習してたんですよ。そしたらここにティーアップっていうんですか、ちゃんと乗せてまずは真ん中を捉える練習をしてみてくださいって言われたので、真ん中に乗せてウォーミングアップしていこうと思います。腕の伸ばし方を意識しすぎてたのと、あとこうゴルフクラブをねこうやって一番上にこう上げた時の位置をちょっと練習してみたいと思います。シャドースイングってすごい大事なの。シャドースイング、こっち側スイング。そう、うん、よし、それではね、真ん中への当て方のコツっていうよりは、今日はフォームを教えていただいたので、どこに当たるようになるかはちょっとわからないんだけど、早速今回の成果で10球チャレンジ、どこに当たるかやっていこうと思います。端っこだったけど、見て見て、今までにない真ん中に行くことができました。次はこっちだね。ちょっと2球目でいけちゃうんじゃない。今のはねボールに行く前にね地面を叩きましたのでミスです。三塁ゴロ。いい感じで飛んでかもしれない。今のはあれ、いい感じで飛んだんだけど、ちょっとまだ内側だったね。
ちなみにね、ここのゴルフ場の隣でコースっていうんですか、ショートコースみたいなやつで、すごい緑の芝生でね、のびのび気持ちよさそうなんですよね。いや、早めに出たいですね。頑張ります。そう、なんかね、今の一番軽くて浮いたの、ピーンって浮いちゃ、めっちゃね、上に行って、一番いいかもしれない。やった。今ので 1,2,3,4,5 5球が終わりました。さあ折り返し6球、この調子でいけるか。これはもうちょっと合格点なんじゃないでしょうか。やっとこの円の中に入るようになってきました。やった。今日の中で5球目6球目が一番いいですね。さあ7球目いきます。ちょっとね、地面叩いたんだよね。地面は叩いたんだけど、ここ真ん中の位置に行くようになりました。やったね。ただ若干やっぱ外側が多いんだね、私。今のね、打ち応えが全然違うんですよ。多分ここら辺が青く濃くなっております。あ、やばい。あと2球どこ？ちょっとわかんない。さあラスト1球いってきます。やばい、緊張するんだけど。いいと思われます。ラスト多分ここら辺が濃くなったので、ここら辺で捉えることができました。ちょっと成果あったんじゃないかい、これ。はい、お疲れ様でした。というわけで今回は苦手な場所がねあったんだけど、それを克服するためにフォームの改善をしてみました。結果的にやっぱフォームを直すとちょっといい感じでね、こんな感じで、まあ、ほんのちょっとだけだけど、今までこっち側だったのが内側に行くようになったんじゃないかなと思います。あとね、一番最初に言われたのが、早くコースに出たいなって思っちゃってるから地べた打ちをやってたんだけど、それよりもまずはやっぱね、地面を叩くっていうのはね、やっぱ怖いっていうのが意識してないんだけど、無意識に多分そうなって、こう上になっちゃってる気がするんだよね。でピンをね、ちゃんと上にティーアップして打った方が、こっちの方が早道、近道なのかなってちょっと思ったんですけど、また分かる方はどっち打ちがいいのか教えていただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方はチャンネル登録お待ちしております。ツイッターでね、私の影響でゴルフ始めたよなんていうのをちょっと見たりとか、ゴルフやったことないけど楽しそうとかって言ってくれるコメントを見てすごく嬉しかったりしています。よかったらツイッター、インスタグラムもいますので、 YouTube のコメントとかツイッター、インスタグラムのコメントをお気軽にお待ちしております。よかったら再生リストから他の動画も見てくださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。